今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日は京都桂の金太さんという非常に美味しいお好み焼きと焼きそばがある、お店、前行った時めっちゃうまかったんですよね。で、ランチに行ってみたんですが、この濃厚エビ広島モダンというのがめっちゃおすすめやと、限定でということだったので、これを言うてみようと。なんか肉入れすぎ豚玉とか筋子九条ネギとかも気になりますね。そば入り、この金太の焼きそばがうまかったな。前はね、豚玉と、あれやったんですよ、普通の、焼きそば、ソース焼きそばですね。いっぺん今度ね、塩焼きそばもちょっと食べたいなと思っているのですが、まあいろいろデザートまであります。で、かけるもんいろいろあるんですね。さあさあ、そしてやってまいりました、これ濃厚エビの広島焼きモダン1518円、1枚1500円の高級お好み焼きですね。でタルタルソースがついております。エビだからタルタルソースなんでしょうね。で、これね、銀色のこれシート敷いてあるのが、これ多分鉄板をあんまり汚さなくて済むように、効率化のためにやってあるんでしょうね。もうでもすごいね、切りにくかったんですよ。まあしょうがないですね。でもね、で、かつお節と、青のりをかけて、まずこれでいただきます。で、これ食べて、ちょっと正直言いますけど、これエビ入ってないとこ食べたんですけど、めっちゃくちゃエビの感じするんですよ。ほんで、これね、食べ進めるうちにも確信したんですけども、これエビ入ってないとこにも、エビの殻を多分ね、エビの殻粉末にしたようなやつが振りかかっているか、もしくはそのエビの殻を、なんやろ、炒めたようなやつの、なんかそのエビの香り付けを、全般にやってやるねん、ね、きっと。それがなんかこう、なんか、まあ、キトさんというか、甲羅の香りがして、ちょっとね、エビ、濃厚エビというよりはなんかね、僕にとってはね、ちょっと嫌なエビの香りなんですよね。これ、好きな人は好きなのかもしれないんですけど、わざとらしい、なんちゅうなら、このエビの殻の、焼いた感じというか、エビのパスタとかでも、ちょっとね、頭の部分を入れすぎて、やりすぎるとちょっと臭くなっちゃうんですよね。僕、あれ、臭くなったら失敗だと思ってるんですけど、ちょっとこれは、いや、これ僕の個人的な感想なんで、好きな人は好きかもしれません。これ僕、これやったら豚玉の方がすごい、前食べたやつの方がうまかったな。ほんで、蕎麦がね、これ広島焼きの蕎麦ってどうなんですか？細いんじゃないんですかね？どうなんやろ？太いところもあんのかな？で、これね、切りにくいんですよ。ちょっと麺がね、ブヨッとしている感じで、まあ、カリッと焼けてる感じでもないんですよね。モダンの部分が。で、エビ、まあ、エビ自身は、まあまあこんな感じなんですけども、まあこれもね、何やろ、こう、プリッとというか、どう言ったらいいんだろうな。まあちょっとね、ほんまに僕にとっては非常に微妙な。で、タルタルソースをかけると、エビってやっぱりタルタルソースあるんですね。合うんですね。その、エビ缶のところが、ちょっと旨味に変わりましたと。ちょっとどうしても臭いので、一味をちょっと思いっきりかけてみたんですが、いや、これも個人的感想なんですけど、一味合わないですね、お好み焼きに。タバスコはあれなんですけど、金太ランチって言ってね、こういうなんか、豚玉と焼きそばと、半分半分あるみたいな、こんなにしたかったなと思って。場所はこの辺です。でもここほんまにね、すごい美味しいんですよ、お好み焼きと、焼きそばが。でもこれ、こうなってくると、もっぺん食べてみないと、自信を持って美味しいと、こう、おすすめできるかと、もっぺんちょっと行ってみたいと思います。エビはちょっと皆さん一回食べてみて、感想を聞きたいんですよね。いや、僕の舌がバカ舌なのか、まあでもなんかエビのあれが入ってる感じはするんですよね。エビ以外、エビの身以外に。それがもう僕が苦手だという、話でございました。
金太さんちょっとすいませんね、気悪くされたら申し訳ないですけど、ちょっと正直な感想でございます。あんまりねこのチャンネルで嘘つきたくないので、とはいえ本当に何度も繰り返しますけど、豚玉と焼きそば基本的なやつは本当に美味しいんですよね。やっぱ基本に中、基本なものを頼むと、ここめっちゃ流行ってるので、流行ってるところには流行ってる理由があるのかなという感じでございました。というところで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいのでポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝、お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。いや本当にね美味しい、美味しいんですよここは。